ャッツビーカップ。ギャッツビーコップに出演している柳楽優弥です。新田真剣佑です。いや、ギャッツビーが40周年という節目で、まさかこう自分がギャッツビーコップかってね。いや、本当ギャッツビーコップになれるっていうことが本当に光栄です。もし僕がタイムスリップできるなら、子供の頃の自分に言ってあげたいです。10年後ギャッツビーコップになるよって。いや、このギャッツモービルを前に、あのピースフルユニフォームを着た新人くんがもう立ったっていうこと時点で、あ、もうこれギャッツビーコップがいるって思ったくらいの印象でしたよね、本当に。逆に柳楽さんはコップコップしないようにっていつもおっしゃっていて、マテリアルブラスターも少し崩して持った方がいいんじゃないかっていうアドバイスをいただきました。ありがとうございます。まあ、だけどそっちの方が良かったよね、やっぱ。かっこよかったです。うん、いや、 CG が多い作品なので、本当演技が負けないように2人ともスタントマンは使わないで全部自分たちで演じました。はいはい、やっぱりギャッツビータウンっていうこの世界で早く馴染めるように、休憩中も積極的に他のキャラたちとも絡んでました。うん、そうだね、はい、コミュニケーションは結構大事ですね。大切にしましたね。やっぱりキャラクターが魅力的ですよね。うん、オグーとかペペとか。ペペ僕はどうだろうな、敵として出てくるモングスが一番気に入ってました。モングスね、迫力が。モングス存在感すごかったからね。もう隣に立った時のあの迫力すごかったです。うん、もうキャラ同士の関係性もとても面白いです。今回僕たち2人がギャッツビーコップですけど、3人目のギャッツビーコップはファンの皆さんだと思ってます。僕たちと一緒にギャッツビータウンの平和を守りましょう。なんだ言うのか、ギャッツビーカップ、Don't miss it. Autumn 2018, ギャッツビーカップ begins.